時あさこの時あさこ講座。皆さんこんにちは。時あさこの時あさこ講座、司会の時あさこです。皆さんで一緒に正しい時あさこの言い方を学んでいきましょう。まずは正しい時あさこの言い方。時あさこ、時あさこ。ポイントは時のイントネーションです。とにアクセントをつけて時と言いましょう。時は間違いです。時と正しく言えるように心がけましょう。覚え方としては簿記や土記のイントネーションと同じというふうに覚えると効果的です。それでは実際に時と同じイントネーションの単語と一緒に言ってみましょう。時、簿記、時、土記、時、古記、時、誤字、時、路地、時、図紙、時、拒否、時、阻止、時、助詞、時、ドジ、時、措置。簿記2級の時、土器を掘り当てた時、古器を手にした時、誤字に帰る時、路地に隠れる時、図紙に向かう時、時、かたくなに拒否、時は助詞、時が連敗を阻止、時のドジ、措置は時。時あさこ、こびゆりこ、時あさこ、そばゆでこ、時あさこ、靴履きこ。時あさこ、息草子、時あさこ、さじ投げこ、時あさこ、ケチ草子。時あさこ、ふたあけこ、時あさこ、ふたしめこ、時あさこ、かきかけこ。時あさこ、くわがたこ、時あさこ、ぬるまゆこ、時あさこ、あめよけこ、時あさこ、なまやけこ、時あさこ、しまうまこ。いかがでしたか？ちゃんと言えましたか？これらを参考に、時あさこと正しく言えるように心がけましょう。以上、時あさこの時あさこ講座でした。